こんな世の中で富と名声に至るための絹の道、それこそは美少女ゲームよ。絶望と歓喜は一重、人生は儚くてくすぶっていられない、だから歩き出そう。あー、わかんねー。俺にゲームのシナリオなんて書けんのか。勝たなければ意味がない。この世界は荒野よ。1日24時間じゃ足りない。そういうの文太はない？おかえりなさい。私の役目はプログラムってとこかな。申し訳ありません、すぐ責任者を。ごめんなさい。僕は部活もやってないし、これといった趣味もない。何かしたいんだ。美少女ゲームとはゲーム業界に差した一筋の光であり、時代の申し子なのです。北条君、私と一緒にゲームを作らない？ただ面白半分に趣味でゲームを作るんじゃない。実際に販売し、そして勝利する。それがこの活動の最終目的よ。それはとても無謀なことなんだろう。だけど多分きっとすごく面白いことなんだ。